はい、お楽しみしております。本日は令和5年の3月17日です。今回の動画はキハ85系で運転する特急ひだ号の定期運行ラストランに乗ってきたということでお届けしていきます。よろしくお願いします。 JR 東海の特急型車両キハ85系はダイヤ改正の前日、本日3月17日をもって特急ひだ号の運行から退くということになっています。昨日3月16日富山行きの特急ひだ号に関しては1日早く定期運行を終えるということで、昨日それに乗ってこの富山までやってきたところなんですけども、本日3月17日はもう富山行きなど条件をつけることなくキハ85系で運転する特急ひだ号定期運行はラストランということになっています。で、昨日は、ね、特急ひだ号に乗って富山まで来たんですけども、本日17日の特急ひだ号のラストランはこの富山ではなくて岐阜県の高山から出るということになってますので、まずは高山の方まで移動していきたいと思いますけども、ちょっと移動していく前に富山で寄っておきたい場所があります。こんな感じで鉄道好きな方ならピンとくると思うんですけども、 JR 九州のデザインでおなじみの水戸岡英二さんがデザインされたケーキ屋さんがあるんですね。こちらにぜひ寄ってみたかったのです。私富山に来るの2年ぶりなんですけども、前回富山に来た時にね、あのお店を見つけて、ただ時間がなくて訪れることができなくて、次来たら行こうと思ってたんですけども、ようやくその目的を果たせまして感無量です。というわけで目的を果たしたところで富山から岐阜県の高山まで移動していきます。今回使っていく切符はこちら青春18切符です。高山までは普通列車で移動していきます。富山から高山までの普通列車の運賃は1600円ぐらいだったかと記憶してますので、それだけだと18切符元が取れないんですけども、本日名古屋まで特急ひだ号に乗った後、その後また本日中に別の場所に移動していく予定がありますので、それも込みで考えると十分元が取れます。さあ、入居員が入りました。これで高山本線に乗っていきます。富山駅の在来線の改札は第3セクターの愛の風富山鉄道さんが仕切っていますので、入居員も愛の風富山鉄道と記されています。基本的に青春18切符では第3セクター愛の風富山鉄道の列車には乗れないんですけども、でも入居員に愛の風富山鉄道って入る、結構面白いですよね。10時11分発井の谷行きに乗車していきます。さあ、列車の終点井の谷に到着しました。ここで乗り換えます。ここまでは JR 西日本の管轄でしたが、ここから先は JR 東海の管轄です。さあ、というわけで終点の高山に到着です。お隣のホームには新型の HC85 系が停車しています。向こう側の方には今日で引退のキハ85系も停車をしています。飛騨5号かな、大阪から来た飛騨25号と連結してきた飛騨5号、これから飛騨古川まで行く列車だと思います。高山駅の改札内にはこんな感じの横断幕も出ていました。高山は外国人観光客にも人気な観光地ですので、単純にキハ85系に乗りに来た鉄道マニアと外国人観光客とで結構混雑しています。特急ワイドビュー飛騨号という文字がいいですね。さあ、というわけで改札を出てきました。先ほどの高山止まりの列車は12時30分ごろ到着したんですけども、今回乗っていくキハ85系の特急ひだ号ラストランは15時30分ごろ出発ということになってますので、少し時間を潰したいと思います。せっかく高山まで来ましたので、ひだそばとひだ牛を食べることにしました。さあ、というわけで時刻は3時ごろ、電光掲示板に特急ひだ16号36号名古屋大阪行きが表示されました。16号の名古屋行きと大阪行きの36号が岐阜まで連結をして走っていきまして、岐阜で連結を離して16号は名古屋行き、36号は大阪行きになります。今回私はこちらの16号の方に乗車をしていきます。36号の方が乗車時間は長いんですけども、個人的に思い入れがあるのが名古屋行きの16号の方なので、そちらに乗車をしたいと思います。高山駅の電光掲示板、新型の HC85 系で運転する列車は文字の横にマークがついているんですけども、このマークがついていないのは旧型車両キハ85系の運転です。もうマークがついていない列車も今日で見納めということになると思います。
明日以降は全部新型車両に統一されますので、まあ、もしかするとこのマーク外されるのかもしれないですね。今回の私の座席は7号車 QA です。改札を通りまして入居員が入りました。で改札通るときに、ね、改札の方にこんな感じの記念乗車証をもらいました。いや本当にありがとうございます。さあ今回乗っていく特急ひだ16号と36号です。一番奥に止まっている先頭の3両が大阪行きの36号、その後ろは全部名古屋行きです。大阪行きの3両に加えて名古屋行きは6両、全部合わせて9両編成での運転です。最後ラストランにふさわしい長大編成での運転です。さあというわけで特急ひだ号が止まっている2番乗り場にやってきました。すでに扉開いてますので一旦中に入ってみようと思います。通路から20センチ上がったところに座席が設置されており、窓も大きく取られているワイドビューになっているのが特徴的です。今回の私の座席7号車 QA に到着しました。座席のリクライニングはこんな感じ。全国の JR の特急列車の普通車にしては非常に深くまで倒れる方だと思います。座席の足のところにはこんな感じフットレストもついています。列車の外に出てきました。こんな感じ先頭車両の次に中間車両をつなげる機動車だからこそこういったつなげ方ができます。新型の HC85系ではこういった運用はなされないようです。そして列車の幕は特急ひだ号名古屋行きになっています。こんな感じで名古屋行きのひだ号にはグリーン車が連結されています。今後も特急南紀号としてはまだあともう少しキア85系は活躍するんですけども、今南紀号にはグリーン車ついてませんので、グリーン車がついたキア85系の運行は今日で終了ということになります。ここまでは名古屋行きの編成でしたが、ここから先は大阪行きの編成です。大阪行きの編成の方にはこんな感じで特急ひだ大阪行きと出ています。車両の番号はキア85の1103、中間車はキア84の1、トップナンバーですね。先頭はキア85の5番でした。さあ列車の先頭の方にやってきました。サメみたいなお顔でかっこいいですよね。一応これはね、高山本線の栗と、それからね、紀勢本線、特急南紀号が走っている方のハマグリをね、イメージしています。まだ出発時間まで少しありますが、まあ一通り取れましたので、そろそろ乗車をしようと思います。ちなみに今回私が乗る号車はキハ84の14番でした。
の到着です。The next stop is 飛騨萩原。次は飛騨萩原です。The next stop is 飛騨萩原。JR 東海の方ではなくて一般の方っぽい人だったんですけども、座ってらっしゃる方全員にはいどうぞっていう感じで配ってました。まともかくありがとうございます。50分ぐらい経ちまして、ゲロ駅に到着です。結構ね、ここからもお客さんが乗ってこられます。しかもね、鉄道マニアっぽい方ではなくて、全然ね、一般の温泉に来たような、そういうお客さんが多いのが印象的です。ゲロを出発してからまだほとんど時間は経っていませんが、信号上で停車をします。ここで対向の特急飛騨13号とすれ違うのです。昨日私こちらの13号の方に乗車したんですけども、13号の方は昨日までキア85系だったんですけども、1日早く新型 HG85 系に置き換わっていまして、今日は新型の車両で来るはずです。岐阜で大阪行きの36号と名古屋行き16号が分離します。マニアの方もたくさん集まってます。岐阜駅を出発していきます。ここから先東海道線に乗り入れていくのですが、名古屋行きの編成は信号方向が後ろ向きに切り替わります。岐阜を出まして次の停車駅は終点の名古屋です。
もう泣いても笑っても最後の区間です。列車は木曽川を渡りまして愛知県に入っていきます。というわけで2時間半座っていた座席を後にしていきます。本当に特急の普通車にしては快適で、どうせ廃車にするなら1つぐらい欲しい、そんな風に思ってしまいます。お客様にお願いいたします。お写真の目撮影は天気ブロックの内側だ。終点の名古屋に到着。まだ大阪行きの36号は今頃東海道線を走っている頃かと思いますが、名古屋駅のひな号はこれにてキア85系の運行は終了です。結構ね、沿線でもキア85系のお見送りというか写真撮影をされている方がいらっしゃいまして、まあ、鉄道マニアがいらっしゃるのは当たり前ではあると思うんですけども、どちらかというと鉄道マニアというよりは本当に沿線の地元の方が手を振られていまして、本当に地元の方からも愛されていた車両なんだと思います。特にね、地元の小さいお子さんがクレヨンでキア85系ありがとうというふうに書いて手を振ってくれている姿もね、ところどころで見られまして、そういう姿を見るとどうしても涙腺がうるっとくるものです。
本日をもって特急ひだ号としては定期運行を終了したキハ85系ですが、まだ特急南紀号としてはあと3ヶ月ちょっと走るということになっています。また南紀号としての運用が終わった後もですね、実は驚くべきことにこの引退したキハ85系が京都の第三セクター京都丹後鉄道というところに譲渡されまして、そちらで今年度中に走り出す予定です。キハ85系の引退、非常に寂しいところではありますが、まだそちらに行けば乗ることができる、また新型の HC85 系も非常に快適な車両ですので、そちらでの鉄道の旅も楽しんでいきたいところです。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。